ヤニーギャニー、スノーマンが最近着ていた私服を20着紹介していきます。安いものから順に紹介していくので、進むにつれてどんどん高額な私服になっていきます。はい、まずは12月22日のライブツアー完走後にゲリラ開催されたインスタライブで、目黒くんが WV プロジェクトのベストスウェットシャツを私服で着ていました。お値段は4000円。こちらは韓国のブランドで、メインの価格帯が6000円台というリーズナブルなブランドです。目黒くんは韓国のブランドが好きなようで、2021年にもこのブランドの T シャツを着ていましたし、先々月11月には MMLG という他の韓国のブランドも着ていましたよ。はい、続きまして12月20日の公式動画コンテンツ「素の日常ザムービー」で岩本くんがハレオとニューエラのコラボブラックキャップを私服で被っていました。お値段は5800円。ハレオはプロテインを出しているメーカーなんですが、服やキャップも出しているようです。筋トレが趣味の岩本くんらしいセレクトですよね。はい、続きまして12月7日のファンクラブ動画で目黒くんがマーク・ゴンザレスのスモールエンジェルロングスリーブを私服で着ていました。お値段は6600円。このブランドはスケートボーダーをターゲットとしたストリートブランドです。メインの価格帯が3000円から4000円とリーズナブルなブランドです。目黒くんは以前雑誌の取材で、服を選ぶ基準は着心地重視、いつも楽な感じと言っていたので、このようなスウェットっぽい服を選んだんでしょうね。はい、続きまして12月7日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された目方でドンの動画で、岩本くんがバキのクルースウェットを私服で着ていました。お値段は7920円。岩本くんが2019年に今ハマっていると公言していたバキという格闘技漫画の服です。なんと胸元にはザ・ストロング・イズ・ザ・ビューティフル、強いことは美しいと書かれています。岩本くんらしすぎる服ですね。はい、続きまして12月7日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された目方でドンの動画で、佐久間くんが円365度のカーディガンサークルを私服で着ていました。お値段は8000円。佐久間くんのお友達である声優梶裕貴さんがプロデュースするブランドの服です。梶さんにもらったのかもしれませんね。はい、続きまして12月21日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿されたハーブティー王決定戦の動画で、ラウールくんがハフのモックトップを私服で着ていました。お値段は9350円。ラウールくん御用達のハフのロング T シャツです。ラウールくんは2022年の間にハフのトップスを7種類も着ていましたよ。ハフの靴下も履いていたことがあります。はい、続きまして12月8日の YouTube チャンネルジャニーズゲーミングルームに投稿された動画で、深澤くんがコムデギャルソンとポケモンのコラボダブルネームロンティーを私服で着ていました。お値段は13200円。知っている限りではスノーマンがコムデギャルソンを着ているのは初めてです。コムデギャルソンはスノーマンが着てそうで着てないんですよね。深澤くんはポケモン関連の服を何着も持っているので、コムデギャルソンというよりはポケモン目当てで買ったんだと思います。ロゴを境に上下に反転したピカチュウがプリントされています。はい、続きまして12月7日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された目方でドンの動画で、向井くんが G-SHOCK の GLT5600RT を私物でつけていました。久しぶりにスノーマンの時計で新作が来ました。向井くん4本目の G-SHOCK です。完全に向井くんのメンバーカラーのオレンジを意識して買ったっぽいですよね。向井くんの他の時計やスノーマンメンバーの時計は当チャンネルのスノーマン腕時計まとめという動画で紹介しているので、ぜひご覧ください。はい、続きまして12月5日のスノーマン公式ツイッターに投稿された写真で、岩本くんがハレオのカーゴジップフーディーを私服で着ていました。お値段は18500円。プロテインを出しているメーカーの服です。このブランドのキャップもさっき出てきましたよね。はい、続きまして12月29日の YouTube チャンネルジャニーズゲーミングルームに投稿された動画で、向井くんがポパイのロゴフーディーを私服で着ていました。お値段は19800円。メイドインアメリカのフーディーです。ヘビーでしっかりとした素材ということで、古着をよく着ている向井くんらしいセレクトですね。はい、続きまして12月30日のスノーマン公式インスタグラムに投稿された不夜城はなぜ回る出演告知のストーリーで、向井くんが
エネベイクのフリースボアジャケット2022を私服で着ていました。お値段は 28,820 円。エネベイクは当チャンネルを見ている方にはおなじみですが、向井くんのお兄さん向井達郎さんが経営するアパレルブランドです。これまでも何度もお兄さんのエネベイクの服を着ています。はい、続きまして、12月14日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された卵料理王決定戦の動画で、宮舘くんがリーバイスヴィンテージクロージングのトラッカージャケットを私服で着ていました。お値段は 41,800 円。実はこの服、2021年7月に岩本くんが私服で着ていたんですよね。岩本くんが宮舘くんにお下がりとしてあげたのか、二人がたまたま同じものを持っていたのかはわかりません。岩本くんからのお下がりの可能性もありそうですよね。はい、続きまして、12月14日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された卵料理王決定戦の動画で、宮舘くんがマスコットのレムトッシュを私物でつけていました。お値段は 42,900 円。モスコットはニューヨーク初のメガネブランドです。このレムトッシュはモスコットの定番モデルとなっています。はい、続きまして、12月22日の公式ブログ日の日常で、向井くんがバーバリーのチェックコットンシャツを私服で着ていました。お値段は 74,800 円。向井くん御用達のバーバリーです。バーバリー定番のチェックシャツです。向井くんは似たようなバーバリーのシャツを素材違いであと 1,2 枚持っていますよ。この柄が似合わない人って意外と多いんですが、着こなしているところがさすが向井くんだなぁと思います。はい、続きまして、12月14日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿された卵料理王決定戦の動画で、佐久間くんがティファニーのエレファントチャームを私物でつけていました。お値段は 79,000 円。佐久間くんが 1,2年前からつけているネックレスチャームです。なんとこちら、売上利益の 100% が絶滅が危惧されている動物の保護活動に充てられるというチャリティー商品なんです。動物好きな佐久間くんらしいセレクトですよね。はい、続きまして、12月27日の公式ブログ素の日常で、向井くんがバーバリーのダークホールスニーカーを私服で履いていました。お値段は 82,000 円。バーバリーのハイトップスニーカーです。向井くんはバーバリーの服を大量に持っていますが、バーバリーのスニーカーやサンダルも少なくとも4足ほど持っていますよ。はい、続きまして、12月21日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿されたクリスマス緊急生配信の告知動画で、岩本くんがメゾンマルジェラのケーブルニットセーターを私服で着ていました。お値段は 86,000 円。岩本くんは先月12月にもメゾンマルジェラのジャケットを着ていました。岩本くんは1万円台の服を着ていることが多い中、マルジェラは結構な値段するので、かなりマルジェラを気に入っているようですね。はい、続きまして、12月11日の公式ブログ日の日常で、向井くんがバーバリーのロゴプリントコットンフーディーを私服で着ていました。お値段は11万円。オーガニックコットンを使用したシンプルなフーディーです。向井くんは本当にバーバリーが好きですよね。はい、続きまして、12月21日のスノーマン公式 YouTube チャンネルに投稿されたハーブティー王決定戦の動画で、渡辺くんが堺のジップアップボンバージャケットを私服で着ていました。お値段は14万円。渡辺くんらしいシンプルなジャケットですね。渡辺くん自身も以前雑誌の取材でこう答えていました。僕の私服を一言で表すとシンプル。パッと見は無難なのに、実はディテールやシルエットなどの細かい部分にこだわっているような服が好き。ということで、よく見ると素材が切り替えられていたり、ジップが所々に配置されているこのジャケットは、渡辺くんの趣味にドンピシャですよね。はい、続きまして、12月16日の YouTube チャンネル、ジャニーズゲーミングルームに投稿された動画で、深澤くんが、エルメスのスーパー H パーカーを私服で着ていました。お値段は22万円。深澤くんの最近の御用達ブランド、エルメスです。2022年から2023年の秋冬モデルなので、比較的最近買ったようです。アイコニックな馬を描いたスーパー H モチーフを羊の皮であしらったシンプルかつ上品なパーカーです。パーカーで20万円はさすが深澤くんでしたね。むしろ深澤くんにしては安いとすら思っちゃいますね。
はい、今回の私服紹介は以上です。スノーマンの高額私服だけをまとめた動画も先日出しましたので、そちらもぜひ見てください。概要欄に動画リンクを貼っておきます。今回のような私服紹介動画を週1回ほど更新していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ジャニ、ジャニ。